さすがにね、今から弾く曲はね、皆さん何度も聴いてると思うので、曲名分かった人いますかね、今まで弾いてきて。今まではね、前半のページしか弾いてなかったんですけど、後半のページは結構ねピンとくる方とかもいらっしゃるかもしれないので、まあ一番最後は弾かないんですけど、ちょっとね詰める作業に入っていきたいなと思います。この曲を下手すぎて分かんないかもしれないけど、何の曲かはい、もともと譜読みしててちょっと弾いてた曲なんですけど、これを詰める作業に入っていきます。詰める作業っていうのは、ゆっくりやっていくんですけど、長い時間をかけて、綺麗に弾くことができたらいいなって思ってます。今ねメガネじゃないと弾けないので、譜読めなくて、なのでこの状態で配信させていただきます。ネクタイ。ちょっとね、指がね移動する曲なので難しいんですよね。そのレーミレってレーミの部分のリズムが16分音符でレーミレーミっていう1,2,3,4,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 
細かく刻んだリズムの中で最後のみあの本当にちょっとね難しいちゃんと数えてないと弾けないやつです。難しいんだよね。曲の一番最後って全部16分音符でララダダ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 って指をねたっぷりこの長い弓を
使って16分音符をおおって弾いていくんですけど、雑に弾くと雑音がものすごい今のみたいに混じるのでものすごく難しいです。これを丁寧に、そして少し激しめに弾くっていうフォルテなので大きく弾くっていうのがちょっと難しいです。最後のタン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 っていうので、アップのアップっていうのは上げ弓っていうんですけど、だいたい16分音符の時ってサギ弓からダウンの時からで始まった方が弾きやすかったりするんですけど、これはアップなので、この上のね指をしっかりと弾いてちょっと強めに弾くっていうの大事なんですよ。ここの音が大事、アップするときに指の音が一番大事っていう風になってきます。綺麗になったかな、少々これは練習が必要です。変だ、こんばんは。そうなんですよ、ものすごく難しいです。弦楽器なのでピアノとか決まった音が出る楽器ではないので、微妙なズレでも全然違う音が出る楽器なので難しいです。たっぷり使ってレの部分でビブラートをつけた方が、その大事に、その小さな音こそ大事に弾くっていうのが大事で大事ってめっちゃ言ってる小さな音こそ大切に弾くっていうのがものすごく大事になってくるんですけど、それをビブラートをかけることによってなんか結構ね大事に弾いてる感じが出るんですよ。難しいです。聞いて一回寝ちゃったのでね、お恥ずかしいですが、まあ練習なのでお付き合いください。途切れちゃった。
難しいんですよね、このお、あの、なんだろう、ちょっと色気というか、のの の, 糸の音の色気が出にくいです。ここは難しいです。そのなんかロマンティックな音色を出すのが難しい、あのっていうのが理想なんですよ。なんかわかりますか、その音楽的なその色気というかロマンチックな感じのこの音色を想像はできるんですけど実践できないっていう、なんという悔しいです。皆さんが思う色気とかそういう意味の色気じゃなくて、そのなんだろう、色っぽさというのなんか音にねあるね、あれじゃないですか、やっぱりそのオーケストラとかでも雰囲気、うん、なんかこう、ってなるとものすごくなんだろう、ロマンチックな感じがしませんか、ものすごく、いや、そういうニュアンス、なんかもうそれが私はすごく好きなんですけど、そういう音楽バラード的な、なんだろう、なんかね、これが難しいんですよ、その指をねずらして弾いたりするんですけど、ドードーに行く時の威厳もするし、弓はスラーなのに威厳するから難しいんですよね、ものすごく、難しい。バイオリンです。ビオラはモンアンサイズ大きいんですよ。そう、これがね4分の4の大人のサイズなんですけど、ビオラはもうちょっと大きくて、響きが少し低いというか、音が若干低めです。そう、押す方も難しいし、弾く方もどちらにも気を使わないと綺麗な音って出ない、なんか威厳する時とかね。そう、うまいと思いますか、ありがとうございます、嬉しい。そうなんですよ、高いんですか、どうなんでしょうね。でも自分で選んだ楽器ではあります。自分に似合う楽器とかってあるんですけど、そう、一番最初の時、2分の1の時から始めたんですけど、2分の1のサイズの時は店員さんにもこの色似合いますねって言われて、なんか私もお気に入りの音というかあったのでこれがいいと思って、最初はそんなに気にせず、そう、始めて4分の3の時に、なんか、ああ、なんかこういう弾きやすさとかもあるんですけど、なんか、片当てによっても、音の響きがちょっとずつ違ってくるらしくて、
私はねよくくんちゃんを使ってたんですけど、くんって書いてある、そうくんちゃんって呼んでます。今回はですね、何の片手だろう、なんかこの片手すごくいいですよって言われて、ちょっと試しに何種類かの片手をね試してみたんですけど、この片手が一番良かったので、そう、こんな感じの片手で綺麗ですよね、ものすごく。なんかこのバイオリンは使ってからまだ全然1年も経たないぐらいかな。そう、これは本当に中2の頃に買ったものになるので、つい最近です。松屋にはですね、実は服につきません。気をつけてたらね、つかないんですよ。弓を自分の服とかにこすりつけちゃったりしたらつくと思うんですけど、基本的にはお手入れとかしてると、手とかにもこうやって引いた後のところに指をこうやってやると、松ヤニがねついたりするんですけど、ヤニヤニ、そう、そう、こういう、ね、一つ一つの楽器でも音の音色がね変わってくるんですよ。これが一番いいと思って今回選んだ楽器です。壊れないようにね大事に扱う、本当に楽器は命よりも大事です。てなぴちゃんは思うこんばんは。大切ですからね、やっぱり。のところのドードもね、なるべく切れないように滑らかにいきたい。
このドとミラーの一番最後の音が転ぶ。このね、ここも難しいんですよね。弾けたのに低い音が出なかった。で最後が走っちゃうから落ち着いて、弾かなきゃいけない。ここのパートが一番難しいの。なんか難関だもん今のこのワンフレーズだけで。ここがうまくいけるようになりたいですね。上達していきたい。なかなかうまくいかないですね。そろそろ本気出してもらっていいですか。結構ねだいぶ頑張ってるよ。美少女ごめん、ありがとうございます。この曲は難しいです。最後が難関です。これねピアノと合わさって多分よりよね分かると思うんですけど、ベイオリンだけだとね単体の感じだとね、今多分もより荒が目立つよ。しっかりと綺麗にね。そうそうね、逆にしっかりと押さえないとこう弱い音になっちゃうんですよ。逆に高い音の方がちょっとね弱く押さえてもね綺麗になるんです。
ちょっと練習しましょうね。その日と重ねて毎回毎回そのこの練習にしていくことによってやっと弾けるようになってるので、本当に繰り返しが大事なんですよ。もう積み重ねが一番大事、どんな楽器に対しても、競技とかもそうだけど、できないところひたすらそれを強化するために練習をするっていう、リズム練習だったり、今はねちょっとリズム変えてやってたけど、そういうのとかね、ありがとうございますなるべさん、そう大事ですよ。本当に練習するのみ、そう体が覚えるまで脳で理解してても手とか体が理解できてないと弾けないから、体が覚えるまでひたすら練習をするっていうのが本当に大事です。だからもう何も見ずに弾けるようになるまで練習をひたすらするっていうのがね大事です。自分がね千本桜ですごく難しいパートがあった場所があって、その時もね期日まで、それまでに何回練習する、3000回練習をするとかね、そういう風に、そう確か3000回だった、それを決めて毎日30回ずつとか、そういうのをずっと練習していって日々ねやっていくっていうのがねやっぱり大事ですね。えいけるようになるといいな。そうですね、 G 線は音が低くて、ね、響きやすいので、綺麗には聞こえるんですけど、その音が残りやすい、高い音よりもしばらく残るんですよね。だからちょっとこれの扱いも難しいです。夢の中でもねバイオリンを弾いたことはねあります。なんかすごい夢でした。そう一番低い弦なんですよ。なんか綺麗に聞こえる。私も G 線は好きです。
開になっております。ビバルディのフォーシーズンのウィンターのショーが好き。おお、すごい、もうめっちゃ、よくしてますね、すごい。でもラピちゃんもね、ビバルディ有名な、なんかもの、本当に簡単なものしか聞けない頑張りたいですね。そう、好きです、ビバルディのオピも。なんだったっけな、オピが弾いたのはね、そう、ビバルディ作曲のこれだ。タタラタタ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 パガニーニね、パガニーニもね、いいよね、わかる、わかるよ、パガニーニも好き、私ブラームスも好きです。本当に有名だと、ダーンタ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 ララン、これはね、ものすごく好きです。私、こんばんは。27度高いね。高いね、大阪。徐々に夏ですね。はい、ということで、今日はね、ベルリンの練習をね、ちょっとしたんですけれども、これからもっと上手になってきたらいいなって。思います。見守ります、ありがとうございます。私は弾いてみたい曲がね、そう、冬見はしてるんだけど、まだね、弾けてないっていう、ね、曲があるんですよ。ラフォリアとアッコーライっていう曲なんですけどあのね、アッコーライ弾いてみたいです。たー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 、こんなね、感じの最初が好きです。ラドミラドミラデダデダダミテレラダデダダダ、この今弾けるかな、私。もうなんか、そう、一時期これが好きで、もうなんか練習してたんですよ。そう、
通のね、ドですね。ドがシャープではないです。え、なんかタワー立ってる、もしかして消えてないっていうことは、え、待って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 、ナハラムさん、ありがとうございます。ごめんなさい、気づかないうちに申し訳ございません。ありがとうございます、嬉しい、気づいてよかった、あー、ありがとうございます、 Thank you です。どうしようかな、うーん どうしようかな どうしようかな待ってね、俺をちょっとバイオリンに伝えようと思ったんだけどどうしましょうかね。申し訳ない。はい。待って、ごめんなさい。途中で間違えました。ちょっともう一回だけ調整させて。そうだね、裂けるチーズでみんな覚えてるんだね。ありがとうございます。ナラムさんいらっしゃるかな、いらっしゃりそうですね。え、いらっしゃらない、え、あれでも1位にいらっしゃるからいらっしゃるはず、コメントしていただけたら嬉しい。あにナラムさん、ナラムさん、ナラムさん、あ、いたー、どうだった、よかった、ありがとう。ありがとうございます。会社会社です。本当にありがとうございます。これからもね、引き続きナナピちゃんバイオリンを大切にしようと思いますので、見守っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。本当に。
ということでね、そろそろ、ね、配信終わりたいと思います。一気に食べたらいいじゃん、もうそこまで来たら。あ、ただいまですね、ちょっとね、あの母上が食べ物を食べていましてですね、独特な食べ方をしているっていう。そうなんですよ。あ、今日の朝終わっちゃったんですよ、タケノコのクラペ、食べクラペ美味しかったです。そして今日はね、この靴とおさらばするので、おさらばする予定なんですよ。そうだからちょっとこれだけ紹介しておきますね。おさらばするだけなのに、私すごく靴は大事にしていて、大事な靴をねたくさん持ってるんですけど、そのなかなかね捨てることができなくてですね、履けなくなったやつはもうなんか断念してなんか捨てるんですけど、今日おさらばする靴の紹介をしたいと思います。私が足の頃に履いた靴なんですけど、 23.5cm でちょっと大きめで買ったんですよ、その時は。でも多分入らなくなったので、もう本当に2ゲームの時の公演だったりとか、あと一番最初の、あ、一番最後の発表会の時に履いた靴なんですけど、ちょっとね、最初はシティ入ってからもそのね、ちょっと使ってたりはしてたんですけど、そうなんですよ、残念ながらバイバイという形になってしまいます。その時はね白指定だったので、白指定の靴がうちには全然なくって、ものすごく急いで急遽買った靴の一つなんですよ。ナイキのエアマックスっていう、でも本当はこういう、これはすごくお取りやすかったのでこれが欲しかったんですよ。そうなんかでもね、靴とかも皆さんからねいただけたら嬉しいななんてちょっと思ってたりしてたんですけど、このナイキのエアマックスはちょっとエクスペンシブでちょっとねエクスペンシブなもんで、ちょっとユキティさんを何人か必要とされるものらしくてそうなんですよ、ちょっとまだね綺麗なんですけど、そうなんですよ、ちょっとね今そのレッスンで履いてる靴はちょっとねアディダスの方のそうものなんですけど、全然エアマックスとかそういう系じゃなくて、それもね踊りやすくて、これはナイキのそうエクスペンシブなものだったので、ちょっとこれ実は3足目なんだ、確かこれが2足目のものでしたかな、なんか黒と白と、でもう一回白を買っ、黒を買ったんですよ。そうで黒はレッスンシューズとしてずっと使ってて、ここでボロボロになるまで結構早くボロボロになっちゃって、で小さくもなったから黒のやつをこの白を買った後にもう一回買ったんですよ。そうなんですけど、ちょっとね今日は白とはお別れしたいと思います。ありがとうございました、本当に 23.5 が入らなくなってしまいましたので、まだ全然綺麗よね本当に。うん、思い出がいっぱい、全然履かずに終わってしまったものです。
匂いは匂いは、いや別に無臭無臭だよ何にも匂いしないんだけど、いや本当に何にも匂いしない無臭。まあでもいあの良かったです。あのそう靴底がねめっちゃ綺麗なんですよ。全然使いこなしてない靴、うん、え多分ね本当にマジで無臭もう本当に全然匂いしないよ。えだよねだよね。ちょっと一人だけ変な反応してる人がいるんだけど、あのうちの家族は本当に無臭って言ってます。はい、うんしない本当にね、変な配信になってるからやめて何、うん、かあのエアマックス系このここに空気入ってるやつが流行ってたらしくて、そうあのみんなが入ってたから私も買ったんですよノリに乗ってあのみんなが入ってたから私もノリに乗ってこれがいいとか言ってあの早速買ってもらったんですけど、そうなんかあのテニスのシューズも確かここに空気が入ってるタイプのやつで、そう多分ねそれも入らなくなっちゃったかもしれない。なんかピンクのあのあれはなんだっけ、なんだサーセスリクソンだサーセとか言ったそうスリクソンのあのテニスシューズも多分ねもう入んないんですけど、ピンク色のね可愛いあのみんなちょっと商品当ててみて、ピンク色のスリクソンの靴で、あのピンクと白っていうのが特徴、あと他はなんか青色のシューズもあったり色違いもある。これ当てたらぜひ X に載せてみてください。これかなって言って当てたらすごいそうめっちゃね可愛い靴なんですよ本当に。です。しよう。まあぜひぜひやってみてください。特定犯怖い怖いそんな。そう。まあバイバイです。あゴルフね。ゴルフ私習ってみたい。やりたいですね。なんか思う。思う私思うやりたいってそうゴルフやりたい。なんかねあるんだけど父がね言ってる、確かに語順が英語だね。ゴルフ似合いそう、やった嬉しい。あの初期にテニスのウェアを着たあの生写真があったじゃないですか。あの時にゴルフウェアみたいだねって言われてテニスウェアなのに確かにバイザーもかぶってるし、あのちょっとゴルフっぽい感じでもあったから、あの水色でねちょっと合わせて可愛い感じのねもので、そうあった。え早くない、もう見つけたのもしかして。え出てくるのかな、調べたらすぐに。もしも調べてみていい？いくよ。ニクソン靴ピンクリースで画像で。
かなか出てこないかもね。パッとは出てこないっぽい。ピンク、テニスシューズ、スリクソンテニスシューズ、ピンク出てくるかな。お、あった。お母さんスリクソンじゃないよ、ダムロップだよ。間違えてるじゃん。そもそもさ、会社名を間違えちゃってるよ。あれ、そうなの？その時はダンロップだったんだ。今スリクソン？多分？マジ？本当に？え？嘘でしょ？本当だ。スリクソン公式って書いてある。ああ、ああ、その時は、なるほどね。そう、びっくりしたよ。今あのね、いや、めっちゃ可愛いんですよ。なんか、あ、チェンジしたんだ。なるほどね。の、私ダンロップのやつ履いてたかも。そう、その時のやつが多分、うん、ダンロップで。ダンロップ、あ、多分ダンロップで出た方が早いかもしれないよ。ちょっと待ってね。一発で出てくる。ダンロップテニスシューズピンクでやると一発で出てきます。可愛いっていう感じのもので、ちょっとキラキラしてる感じのも入ってるような、はい、当ててみてください。そう、そんな感じです。可愛いものです。なんかね、コーチとお揃いのにしたんですよ。コーチがそういう、その靴を履いてて可愛くてね、お揃いのにしたんです。そう、あるかなあるかなとか探して、そう、ね、お揃いのにしたんですよ。ね、ぜひ探して皆さん X に載せてみてください。もうずっと愛用してましたね。おお、ゴルフセットはダンロップのやつ使ってます。あ、そうなんだ。へえー、いいね、いいな。多分これだ。あ、みんな分かったの？すごいわね。親戚のおばさんみたいな。みんな分かったの？すごいわねとか言っちゃって。皆さん早いわね、見つけるのが。お早いわ。そうだね、綺麗な色してる、なんか可愛い。調べる気力もありません。頑張れ頑張れライト頑張れ。
んな感じで、靴とお別れです。無理やり終わってきたけど、無理やり持ってきたけど、はい、お別れです。おじさんの時に一回上着を着たことがあって、それはね確かプーマのやつ、もこもこのやつ、寒かったからね。メガネはどこのですか。あ、これ、これはねジーンズ合ってる。ズボンじゃないよ。そうね、確かジーンズ。やばい、少しずつなんかね、なんか何だろう、これポケモンの、あ、ポケモンのー、私がねこれ何年生の時買ったやつだ、小4小5、でもそのぐらいね、だってこっちに越してくる前だもんね。なんか度だけ変えた気がする、レンズだけ変えた、できないよね。じゃあなんだろう、でも私こっちに来てからメガネは買ってない。だって小6の時変えてないもん、メガネを。どうあってますかってめっちゃ心配されたけど、今絶対ね変えてないよ。え、変えたっけ。変えたとしたら変えたんだろうけど。適当。でもね、これ一番見えやすいんだよね。ミュウツーミュウミュウがいるじゃないですか。ほぼ言ってるんだけど、ミュウがいるじゃないですか。あのミュウのやつが欲しくて、あのピンクと茶色のその可愛いやつにしたんですよ。もう可愛いでしょこれ。しかもねここにねマスターボールがついてるの、マジでさ本当にイケてるって感じ。え、いいよねマジで、めっちゃ可愛くてもうこれがいいってなって、しかも自分の顔の形にも合ってたんですよ。だから似合ってる。自分で言うのもあれだけど、あの海、このもうマジ超イケてるって感じ。学校、かもね。そう、良きでしょ。もうねずっと使ってるからね、ボロボロになってきちゃって、なんか大事に使ってるんだけどね。そろそろ。でもね、めっちゃ見えるの、このメガネ。キャルピー。え、あ、確かにね。いや、マジでさ、そうなんよ。なんか、みんなさんは多分この通り、私はコンタクトでさ。その遠なるとですね、私が当初ST 入ってきてから度が進んでるんですよ。もう事実のとこを言うと、やっぱり目に異物を入れるもんで度が進んでるんですね。なのでこのメガネで度が変わってないとかあるわけないじゃないですか。なのでそうなんです。だからこ
これが見えるとか押されてますけどあの多分絶対ドア進んでますねなんでそうなんですよ。でも なんか結構遠く見えるんですよねそう、やだアイドルなのにそんななんかすごいキャラ変したみたいな、やだえへへならぬいひひ、なんかちょっとやだうん、え、いやなんか本当に笑ってる時っていひひって笑わないよね本当に笑ってあのまあね、お味にするとね、普段笑うときって私イヒヒって言わないんです、あいうえおで笑うんですよえ、あ、はじうえおだなんかね、どんどん変わっていくのほらね、なんかわかんないけど変わるんです、あいうえおみたいな、ちょっとキャラ崩壊してる、嫌だなぁ、うん、足が転んでもおかしい私は赤ちゃんですかそう、私は何なんて言おうとしたの、アイドルですうん そうね、なんか微笑んだりとかって使うことはものすごくあります、だからそう、この間広島の時にえへー T シャツを着てて、えへへだって言われて、えへへってそう言っちゃってめっちゃあのふふとか笑うとして、えへふふ、なんか笑どんな風に笑ったりのか分かんなくてってなったら本当にリアルえへへでしたそう、あー恥ずかしい、なんかこうなると本当に中学生みたいなね、なんかさ、いや中学生なんだけど、あの学生服みたいな感じにしてさ、なんかこうやってさ眼鏡かけてさ、本物の中学生みたいなね、なんかいつもさ大人っぽいとか高校生みたいとかさ、大学生かと思ったとかさ言う人もいるんですけど、こうやって見るとさ、え、優等生優等生になれたらいいな、一応ね学級委員だったんです、昔そう学級委員してましたよ、結構まとめてた人です、しかも結構しっかりしてました、ポンコツだけど、あのもう一人相方がいて、相方が支えてくれてたあの私が学級委員で初期の子なんですけど、その二人でね大体委員会に参加するんですけど、その時に大体その初期の子が私のことを支えてくれてたから成り立ってた委員ですでも一応なんかクラスを仕切ったりとか、その、うん、まあなんかそういう時間があった時はしっかりとまとめてました、一応なんか
結構抜けてるって言われてました、委員会、委員やってる時。そう、でもちゃんとまとめてました、まとめてますそう、なんかあの立候補で決まるんですけど、私 毎回立候補して、さすがに1年に1回しかなれないので、そう、もしなるとしても後期は絶対に誰かと変わんなきゃいけないので、その時だけね、あのなんかバッチみたいなのがつくんですよ、確か学級委員バッチみたいな、へへんってあの生徒会長になりたかったです。生徒会長は 5,6 年生しかなれないので、そう、あの、まあ、5年生の時には立候補はしなかったです、生徒会長、なんか投票する側でした、学級委員にもならず、私何も投票あのなんなかったです、5年生は。6年生になってなろうと思ったんですよ、生徒会長になれたらいいなと思って、今年の生徒会長、そういいからねそうだから思ったらこっちに越してきて、で、まあ、こっちではねもちろんね生徒会長もともともういるんですからできないんですよ、やっちゃった、5年生の時にやっとけばよかったってなりました、初期だけでもね。まあ、とりあえず楽しい学校生活でしたなんかみんなにねよくね、あの今の感じだとねちゃんとしてなさそうとかね、あの楽しきれてんのとかね疑う方とかすごく多いと思うんですけど、根はしっかりしてますどうなんだろうねキャプテン安住さんを支えていける存在になれたらいいなと思いますドキだしこんばんは、また来たよ、ありがとうございます。なんかすごい急にオレンジの人数増えた、あれ、あ、どうも気のぶりの方もいらっしゃるかな、もしかしたら今日メガネなんですよそうなんです、気のぶりの方もいらっしゃると思いますが、はい、今日もありがとうございます、嬉しい、のぴちゃんです、最近お世話になっておりますあのね、乃木坂さんから来ていただいてありがとうございます。ただいまねバイオリンの配信をしてまして、テレビに送ってるとおりちょっとメガネ今取らせていただきます、そう、練習をねしてましてですね、先ほどまで、ありがとうございます。弾けるかな
ヘラヘラ。はい、ありがとうございます。お聞きくださって、STU48 2.5 期生のモロクズノアです。ただいま配信をしておりまして、昨日もね来てくださった方ありがとうございます。のぴちゃんです。今専属のカメ子さん募集中です。ぜひのぴちゃんだけを取りに8周年コンサートに来ていただけたら嬉しいです。予定を開けといてください。来年のことなんですけれども、3月20日に8周年コンサートが、東京で行われますので、乃木坂さんの皆様、カメ子のカメラをねちょっとぜひのぴちゃんだけを撮っていただけたら嬉しいなって思います。専属カメラマンさんが今いなくて10名募集中です。待ってます。現場で見るとスタイルがいいとか、顔が綺麗とか、そう、すごく評判が良い評判が良いので、ぜひとも専属カメラマンさん10名以上も本当に募集中ですので、ぜひなっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。カメコとは、カメラの席のことなんですけど、カメラ一眼レフの、カメラで撮ったメンバーのことを撮ることができる席なんです。そうなんですよ。撮るカメコタイム OK みたいなのがあるときにぜひたくさんパシャ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 のぴちゃんを見つけて撮っていただけたら嬉しいなと思います。 How much? I don't know. 今の段階ではちょっとお値段はわからないんですけれども、後々きっとわかると思うので、ぜひともカメ子さんよろしくお願いします。そうなんですよ、ね、そんな席があります。こんばんは。カメラのない方は、ペンライトを振っていただきたくて、まぴちゃん公式なんで、これからね青と水色っていう風の、ね、色に変えます。そうだから青と水色のペンライトを持っていただけたら嬉しいです。瀬戸内のカラーでとても綺麗なので、海のカラーだと思って、迷ったら海のカラーだと思って、ぜひのぴちゃんに振っていただけたら嬉しいです。そう、基本的には2色で今は行こうと思ってます。もう ずっと2色で出します。ですが去年3本に変えてしまったので、3本が良かったとか、3本持ちたいとか、なんで3本なのじゃないのって思った方は白を入れていただいて綺麗なのでね、その色から変えない人を募集しています。それもはい、大人数水色海のカラーを変えないでのぴちゃん振っていただける方を募集してます。よろしくお願いしますね。よくね帰る方がね多いんですけれども、よく見つけてるんですよね。へんへん、水族館ペンライトもそう募集してます。やっぱり他推しも、ね、募集中です。もし STU48 の中でまだ推しを見つけてない方はナーピちゃん押してみませんか。 STU の中でのターン推しはナーピちゃんでお願いします。ダメだよはい、募集のお知らせでした。
してます。ありがとうございます。嬉しいです。やった、押します。ぜひぜひ押してください。今から押して損はないです。推しが卒業したいと。ああ、もうのぴちゃんのところ大歓迎です。優しく包み込みます。私は入浴防水も出てるって言われるので、最年少ながら優しく包み込みたいと思います。うん、そう、本当に梅さん、本当ですか。推しは卒業しました。あ、STU の推しをない人は先ほども言った通りナピちゃんを推すしか、そう、教える時に推すのが大事です。ナピちゃんを推していただけたら嬉しいです。明日まで、お話し会の決済皆さん明日までです。お待ちしております。あ、ナビの足をしてます。 ありがとうございます。嬉しい、ナビューちゃんも見つけてありがとうございます。感謝感激雨嵐。どうも、後回しでは、すごいたくさんの方が来てくださってありがとうございます。盛り上がってる。え、DD？ 現金？うん、大丈夫だよ。DD の中でも三本の指にナピちゃんが入ってたら嬉しいです。そう、DD の中でも上の方のね、三本の指に入ってたら嬉しいなって思います。そうなんです。つい最近ね、本当に皆さんのおかげで、ファーストアルバムのリード曲「愛の重さ」の選抜16人に選んでいただきました。本当に皆様ありがとうございます。このグループでは STU48 最年少で選ばれることがなかなかないことだったので、とても嬉しいです。これから STU48 の中で、そのどん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 有名になって、 STU48 のことをもっといろんな方に知っていただけるような存在になったら嬉しいなって思います。 STU48 といえばのっぴって言ってもらえるような、そんな存在になれたら嬉しいです。なので今からナオピのことを推していただけたら嬉しいです。今は、今の時期、その先輩方がどん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 卒業して、寂しい気持ちがね、ある方がいらっしゃると思うんですけど、それを癒すのがナオピちゃんなので、皆さんのことを癒す力がある、みんなを癒す知恵のキュアナピで、次はね、次を押すのはナピっていうことですね。癒されに来てください、ナピちゃんのところに。いつでも慰めてあげます。そしていつでもお待ちしております。ナピちゃんしかどうも後回しでお願いします。
選抜の次はそうですね、もちろんセンター目標だもちろんね目標にはしてるんです。なのでそのためにもたくさんの方に応援していただいて、もうみんながギュッて一丸となってトップへ登り詰めたいですこのねちょっとヘラヘラしてる感じかもしれないんですけど、今内心ものすごく語りかけてます。皆さんに来てくれ、ナピちゃんのことをしてください、ナピちゃんを押さないとナピちゃんが泣く、そしてせっかくシティフォーチュン最年少で選ばれたのにもしかしたらこのまま選抜じゃなくなってしまうかもしれないっていう葛藤が今ありますので、そうなんですよ、選抜の16人に選んでいただけたからにはこれを続けていけるようにしていきたいです。もうヒーリングアイドルです。もう今なんか悲しいことがあったらもう何でも相談しに来てください。もう癒してあげますので、全てを包み込むように、よし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 よ、私は乃木坂さんでは久保さんをしおりさんをね押してあと押させていただいておりますにわかなのでちょっとこれからちょっと乃木坂さんの皆さん、ファンの皆さん、お話し会の申し込みをとかずっと言ってるんですけどそんないろんなことをね教えていただけたら嬉しいですそうですね、ノアゴロさん途中でねノアゴロさんになったりとかたまにします。うん、そうなんですよ、本当にありがたいです。のびのお話し会お待ちしております、お待ちしておりますね、いつか本当に。ひそかにこの思いは秘めておきます。ぜひとものびちゃんの応援よろしくお願いします。そうなんですよ、りこちさんっていう方がね ST48 にいらっしゃるんですけど、工藤りこさん、私の先輩、マイカーというスポーツ&MC ユニットのユニットがあるんですけれども、そこと同じユニットに配属させていただいております。チコリさんと呼ばせていただいておりますそうなんですよ、チコさん、チコリさん、サヤンさんはヤンさんですヤンさんヤンさんって呼んでます。運動神経、あそう、水泳も実は特技なんですよ。マイキューさん、マイさん、キューさん、
最近マキューさん呼ぶときにマキさんキューさんって呼んでるんですよ。なんか分けちゃってるマキさんキューさん。そう、そうなんですよ。大阪で6月の8日もうすぐなんですけど、大阪でリリーベがね、ファーストアルバムの、そう、リリーベがあるんですけれども、その時に私初の握手会なんですよ。グループ握手会なんですけど、ぜひのぴちゃんのところ、リコチさんと同じレーンです。そう、ソラハさんとリコチさんとのぴで同じレーンで、わちゃわちゃしてるレーンになると思いますので、当日ね、来てくださったら嬉しいです。広島からも東京からも2時間弱でた到着する、ちょうどど真ん中なので、ど真ん中なので、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。ナピちゃんの初めてのにぎにぎ会です。そうです、握手 したいです、みんなと。シャラピさんはシャラピさんです。そうなんですよ。どんな、ね、順番になるかはナピちゃんわかんないんですけど、なんか今までの感じだとソラハさんにコチさんのアピーっていう順番になるなりかねないので、お二人がね楽しいお声で話せると思いますので、ナピちゃんも、ね、楽しいお声でも話そうと思うんですが、ちょっとね近くしてささやきボイスでお話しするかもしれません。デーペロ。はい、うん、どうなんでしょうかね。ちょっとねまだ順番はわからないんですけど、じゃんけんでね順番が決まるかもしれないし、そう、ですね。なので顔をぐっと近づけてささやきボイスだと聞こえるんじゃないかと思います。顔も近づいて手も近づいて至近距離ぜひ。はい、というわけでね、ちょっとね実は私14歳なのでそろそろね終わる時間が近づいてきちゃいまして、2.5期でね誰がセンターかっていうとね、それは皆さんにかかっていると言っても過言ではないですので、私自身もものすごく頑張るし、頑張るからこそのあぴちゃんのことを皆さん押していただけたら嬉しい。押してください、お願いします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 そう、2、3年後にのぴちゃんは長い目でブブー、そんなこと言ってると新しい子たちが入ってきてその子たちに言っちゃったりしたら、のぴちゃんがぽいみたいな、アウトみたいな感じになっちゃうと悲しいから、今からが楽しみな、その先が楽しみな人のことを今押して、今押すのが大切なんです。そして今から押し上げていくことで、ナフちゃんは将来もう ST48 の中で、そのそうですよ、ものすごく厳しいことなんですよ、大変なことなんです。今押さないとそっからうーって押してきてふわーって花が咲くんです。今まだつぼみ種かもしれない、これが皆さんのおかげでどんどん開いてってしっかりとね、ST48 でも花を咲かせたいんです。
なの力が必要なんです。お疲れ嬉しい、ありがとうございます。そう、不動のセンターにアピちゃんはなりたい、なる、なりたいから、共にのアピと共にあらん。まだまだ私はね、なピピピ会って言うんですけど、仲間が少なくて、大募集中です。大募集中なので、まずは私のことを見に来てください。大阪にも8日にいるので会いに来てください。アベノキューズモールでお待ちしております。そして握手をしましょう。にぎにぎにぎ、シャワシャワシャワとしましょう。さあ、はい、握手、初の握手会にぜひ来てください。にぎにぎにしてきてください。なんかの勧誘ですか？私が悲鳴出したら敵になっちゃうので、サワサワって言ってもちょっとね、ふわ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 みたいな、そしたらちょっと気をつけてください。こうやって言ったらうわーとか言っちゃったら嫌ですので、ね、そう、実際会うともっと多分印象がちょっとずつ違ってくると思うので、でもお高いんですよ。それでもナピさんに一回でもお話しに来てください。お願いします。もう本当に握手をして一緒に来てください。シャワシャワ してもいいから、もうなんか本当に押してください、お願いします。はい、リコシさんがいてもこっそりと内緒で、内緒が一番ドキドキするから、内緒でお願いします。ということでね、ちょっとね、終わらなきゃいけないんですけど、ありがとうございました。まずは一度ね、はい、本当に話を聞いてください。のぴちゃんのこの真剣な気持ちを受け止めていただけたら嬉しいです。中学生だからとか関係ない、年齢なんてただの数字、私はほぼ大人ピッ。まあ、なんちゃって、本当にお願いします。では誕生の色させていただきます。セディンスノア、ノアさんありがとうございます。ありがとう、嬉しい。チェイズチチンキャさんありがとうございます。ありがとう。エンイレブンでオーツアトンさんありがとうございます。ヘンリーさん、アリさん、テキブリマチありがとう。ナインイズヤシチさん、ありがとうございます。セブンイズナイアガラさん、ありがとうございます。テキありがとう。セブンイズホリちゃんさん、ありがとうございます。あら、変わっちゃった。セキ、ナカちゃんさん、ありがとうございます。ヘンリーズブルースカイさん、ありがとうございます。あ、よっ、お久しぶり。セあフォリドキドキさん、ありがとうございます。あ、お誕生日おめでとう。ドキドキワクワク、あ、これもあれだ。それです。なつみやんばさん、ありがとうございます。セカンドイズピッピトマトさん、ありがとうございます。スマイルフリキュア、フェッチイズナラブさん、ありがとうございます。シーナーピーク、マルさん、あ、おめでとうございます。そしてありがとうございます。イエーイ、ありがとう。ゲル、ちょっとね、もう一度読みますね。ヘテニチジミキョさん、ありがとうございます。テイベゾータータさん、ありがとう。エンイレブンエイズアリさん、ありがとうございます。テイヤシさん、セキブリマチありがとう。ナイズナイアガラさん、ありがとうございます。エリズユズキチさん、セキブリマチありがとう。セブンエイズホリちゃんさん、ありがとうございます。はい、ということで本日も皆さん配信ありがとうございました。Thank you very much. ありがとうございました。それでは皆さん、明日の朝かな、朝お会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。カーブ手に入れたぞ、すごい、やった。今日の試合結果はどうなることなのか、どうなることなのか楽しみですな。またな、おつぴぴ、ありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。
バイオリン配信とても楽しかったです。乃木坂さんの皆様もありがとうございました。ぜひなっちゃん押してみてね。一度でいいので押してみてください。ありがとうございました。バイバーイ、ごきげんよう、またお会いしましょう。今宵もまた夢でお会いしましょう。バイバーイ。ごきげんよう。